はい、速稼塾の久保です。今回はですね、1回1000円もらえて、でしかもね、これ上限30万までもらえるという話なんで、ぜひね、あなたに30万円を簡単にゲットしていただきたくて、このお話をさせていただきます。アプリでね、みんなの銀行っていうのがあるんですよ。これです。この3本線が入ったアプリなんですけども、これを開くとちょっとキラキラして見にくいかもしれませんね。本人認証があるからこうですね。私今5000円入ってるんですけども、この5000円がどうやって入ったかということを説明します。まず私はある方からこのみんなの銀行っていうのがあるよっていうふうに教えていただきました。で、教えていただくとともに、このアカウント、みんなの銀行のアカウントを作るときにね、紹介コードっていうのがあるとあなたに1000円入るよっていうふうに教わったんですよ。で、その紹介コードをいただいて登録したときに、私にはすでに最初に1000円入ったってことになります。当然、紹介コードを提供した方にも1000円入るっていうのを聞いてたんで、両方で2000円、このみんなの銀行というところが負担することになりますよね。で、当然、銀行の口座なんで本人承認がいります。免許証が一番簡単なんですけども、割とね、免許証がある人だったら誰でも通ってるみたいです。それこそ過去にちょっとね、問題がある人でもカードブラックになった人も結構通ってるんですよ。だからちょっとトライしてもいいんじゃないかなと思います。5分ぐらいで多分登録は終わると思います。でですね、これからが肝心なことを言いますけども、じゃあこのみんなの銀行でどうやって稼いでいくかってことなんですけども、まずは私の紹介コードで恐縮なんですけども、動画概要欄に貼っときます。で、みんなの銀行の URL と口座開設キャンペーンのことも貼っときます。ですので、紹介コードと URL が2本送られている形になると思いますけども、そちらの方からね、ログインしていただいて、アカウントを作る方は作っていただきたいと思うんですね。で、稼ぎ方ですけども、まずは私の紹介コードをもとにアカウントを作ると1000円入ります。これはね、翌日か翌々日に反映されますんで、2、3日経ったら開いてみてみてください。1000円ということになってますから。で、その後なんですよ。もうね、紹介活動はいつ始めてもいいんですけども、ご自分のね、アカウントができたら紹介番号っていうのが発行されるんですよ、紹介コードがね。それをもとに、またね、身近な人とか新しい人に、この銀行作りなよって感じで進めると、ノーリスクでですよ。ノーリスクで1000円、その人にも入るし、紹介したあなたにも入るという形になります。で、これを繰り返していくとね、もう1000円、1000円、1000円っていうふうに入っていくんで、これすごく良くないですか？だからこれを私はね、ご家族ですとか、お子さんですとか、お父さん、お母さんとかっていうのに、どん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 広めていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。それこそその時は、あなたの紹介コードで広めれば、お互いに収入になっていいでしょ？で、リスクはないわけですから。で、そこに銀行預金をしろって話は別にしません。するもしないも自由です。すぐにはね、使う気にならないと思いますし、とりあえず10万円でも20万円でも貯まってから、それはもう自動的にお金を入れない預金になりますから。ね、みんなの銀行が預金残高増やしてくれるわけですからね、みんなの銀行ってアプリが。で、そうなったらそれを現金として引き出すもいいし、どっかに送金するもいいし、買い物するもいいし、デビットカードと紐付けするのもいいんじゃないですか。ということでね、今回はみんなの銀行というアプリをスマホにダウンロードしてアカウントを作ると1000円入るよって話と、それと私が今お話したようなことを他の人に話して、その人が口座を作れば紹介コードをもとにお互いにまた1000円入るよって形なんで、あなたには30万円の入金がこのみんなの銀行というものをね、使うことによってできるんですよと、ノーリスクですよと、お金かかりませんよって話でございます。いかがでしょうか？では動画概要欄からみんなの銀行の紹介コードと、みんなの銀行の URL とキャンペーンの詳細が書いた URL がありますので、そちらの方をご覧いただいて進めてみてください。それでは。